黒壁スクエア黒壁スクエアは、滋賀県長浜市旧市街にある伝統的建造物群を活かした観光スポット。黒漆喰の和風建築である黒壁1交換から30交換までの総称であるが、一般に北国街道と大手門通りの交差点である札の地を中心とする区域として紹介されることが多い。江戸時代から、 明治時代の和風建造物の連続性が高い情緒、ある街並みと、その古建築を活用した美術館、ギャラリー、ガラス工房等の文化施設、レストラン、カフェ等が集積するエリアで、また、日本最大のガラス芸術の展示エリアとして知られ、年間約200万人の観光客が訪れる古北随一の観光スポットである。旧市街地の中心である、札の知事に立つ、 黒壁銀行の愛称で親しまれてきた、旧第130銀行の取り壊しの危機に際し、旧市街の古建築の保存と再生のための博物館、都市構想を掲げた第三セクター、黒壁が1988年に設立された。黒壁設立の主目的である、旧第130銀行の保存と再生は、同建築が1989年に黒壁1、交換。 黒壁ガラス館としてオープンすることにより達成された。さらに、黒壁は、この一交換の周囲の古建築を、次々と美術館、ガラスショップ、工房、ギャラリー、カフェ、レストランへと再生して、その数週間、黒壁町づくりに参画する館を合わせると、計30の古建築の再生に携わった。1991年に新快速が、 長浜駅まで延伸したこともあって観光客が増え続けその活況はエリア内の他の古建築の再生活用へと波及していった400年の伝統に支えられた錆びれた商店街と古い住宅街が今や古北最大の観光スポットへと変貌を遂げている町おこしの成功例として有名で日本各地から視察が絶えない 黒壁1交換、黒壁7交換、黒壁8交換、翼カロー。ありがとうございます。